南極で極寒の中、コウテイペンギンは一大家族を築いています。雌雄ペンギンは卵を温めるために交代で地道に卵を守り、生まれたヒナを育てる大変な努力をしています。特にオスペンギンは冬の極寒の中で2ヶ月以上も卵を温め続けなければなりません。その間食時も取れず、厳しい環境条件の中で命を守り、新しい生命を育んでいます。そして雌雄ペンギンは卵が孵化すると仕事を交代し、離れている間に食事をとり、持続可能な方法でヒナを育てます。このたくましい親子関係は我々人間にも多くのことを教えてくれます。努力、我慢、そして家族の結びつきの大切さです。